こんにちは。始めました。ちょっと外なんで今日は。そらちゃんお散歩企画。そう。前がたっちゃんだから、そらも耳もよくたっちゃん。G に堤さんに。お久しぶり。堤さんお久しぶりです。来てもらいました。お久しぶりです。久しぶりじゃないですか。お久しぶりです。堤さん最近、催眠術練習してるらしくて。そう。結構ほら、なんかいろいろやってるじゃない、俺。ああ、やってるだけじゃなくて。で、次は、はい、催眠術師のテレビ枠あるんじゃないかな、はいはいはい、だからこんな色になったんですね。そうそう、なんかその相手をより信じ込みやすくする。目閉じたらだん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 眠くなる、だんだん眠くなる、だんだん眠くなるよ。なんと目覚めた時には世の中の全ての犬が豚に見える。全ての犬が豚に見える。はい、起きるよ、起きるよ。はい、起きる。はい、怖っ。そらちゃん、そらちゃん、たっちゃん起きたよ。え、そら、そらちゃん、え、ほんと、そらちゃん、お父さんが、お、そら、お父さんが、え、おい、はいはいはい、そらちゃんが豚になっちゃったよ、これ。いやいや、どう見てもそらちゃんよ。いや、本当に言ってる。いや、マジだよ。俺嘘つくか。いや、本当に俺かかったんだね。催眠術でしょ、うん、前回もさ、まあ、俺らのチャンネルで YouTube でやったじゃん、うん、催眠術。じゃあ俺かかりやすいんかな。多分か、どうなんだろうな。そら、でも確かおかしいんだよな。どう考えてもソラちゃんよ、本当に。マジ？いや、マジマジ。まあでもそうだよな、なんか香りとかもソラの匂いすんだよ。ソラ、いや俺このままさ戻らんかったら、でもな、時間が経てばもうソラに見えるらしいんだって。え、どれぐらいかかるのそれ。いや、それは分かんないけど、一日はかからんで撮ったの。本当に豚に見えんの。いや、ソラちゃんよ。で、ブー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 ずっと言ってるよ。え？言ってねえって。本当に？本当だって。そらちゃん、そらちゃん、確かに耳とかこの何ていうの、その大きさとかは、はいはいはい、すごいそらちゃんだけど。いや、どう考えてもいつものそらちゃん。マジ？いや、催眠術ってマジすごいんだね。いや、マジすごいね。俺かかったことってかやられたことないからさ、わかんないんだけど。とりあえず散歩行きましょうよ。行こう、せっかくなんでね。ほら、行くよ。そらちゃん、そらちゃん、おい、おい、どうした？ん？どうしたの？どうしたって？何見てんの？いや、まあだから、いつもそらと、はいはいはい、遊んでることがあって、いつもこう、散歩中にこう話しかけんの。え、この間なんか、前のモーニングルーティンではさ、うん、まあ電信棒？そう、電信棒はね、あの、もうちょっとお別れして。え、あの人たちともうお別れした。会話してないの今。してない。なんでよ。今、あの、海中さんっていう人。海中？うん。あ、これ。これはね、まだ今寝とるんだけど、夜になると起きるんよ。もうそれライトだからね。そう、で、夜になると起きるけど、今はまだ寝とるから、まだ起こさん方がいいんだけど。うんうんうん。そう、夜になると一気にみんな起きて。まあ、こいつだけじゃないよ。ここの公園にはほんとたくさんの海中さんがおるんだけど。海中さん、お前これライトのことでしょ。わかんないけど、ライトっていうのかよくわかんないけど、分かんないじゃない。俺は海中さんって言って、本当に夜になるとすごい綺麗に光って、うん、こうみんなをなんていうの、夜なのにこう案内してくれるの、海中さん。え？で、俺はすごい最近海中さんに空と一緒にハマってて。はいはいはい。そうで、そらちゃんも海中さんのこと好きで。そうなんだ。そう、でもこの時間結構、そのこの時間から昼からこの、まあ、夕方じゃん今この、うん、夜になるぐらいの感じがめっちゃいいよ。あ、エモいってやつ。そうそうそう、エモいってやつ。マジ？そうで、そらちゃんもめっちゃ好きで。そうなんだ。そうそう、ね、そらちゃん。じゃ今まだ寝てる最中なんだ。そう、まだ寝てるからね、起きたらほんとすごいよ。へえ。あ、最近それにハマってんだ。そう。ちなみにこの方の名前とかあんのかな。これあれだよ、中野何？え？これ中野さん？うん。おー、中野さんって言うんだ。なんか中野ってやつ多いな。あー、そうなんだ。そう、中野。まあこいつ、あの向こうにもおんだよね。マジ？そう、奥村、奥村ジョーってやつなんだけど。え、ジョーさんって方がいるんですか？え？ジョーさんは、でも来とうかな。久々にジョーさんに会える、ジョーさんに。え、まだ豚に見えてんの？今どう見ても豚に見えるけどね、俺は。いや、どう見てもそらちゃん。え、ジョーさんってのはどれなんですか？ジョー、これ？ジョー、お前叩いちゃダメだろ。
ジョーね、ちょっとこいついつも寝坊ばっかして、ああこいつだけ着くの遅いの、このジョー。そうなんだ。起きとけよ。まだ眠ってんだ。まだ寝てる。いや、そのエモいとこ見たいね。みんな起きる瞬間っていうの。だからね、ちょっとね、今日はまだ時間がかかるね。まあ、そっか、まだ時間がね。そうそうそう、時間がまだ早いから。で、俺は夜になっても疲れなさそうなやつを俺起こしてんの。で、このジョーってやつはマジいつも寝坊するから、俺は毎日こう来て起こしに来てんの、このジョーをね。迷惑だな。いや、迷惑じゃないよ、俺ありがたいと思うよ。だって起こされるんでしょ。いや、だってみんなついてんのに寝坊する、寝坊を助けてんだよ。あ、そういうことか。そう。いや、すごいね、それは。そう、ジョーはマジで本当にこいつはいいかな、本当に。マジか。だけどソラは好きな。あ、ソラちゃんはジョーのこと好きなんだ、昔から。へえ、ソラちゃん好きなの。好きだよね。ソラちゃん可愛いね。ジョーのこと好きだもんね。そうか、そうか。本当可愛いな、お前。その方たちはもう帰ったのか。そう、もう今日帰って、そんな次予定があるって言ったから帰って。じゃあどうすんのよ、お前。え、だからこの目が覚めるのを待つしかないってことでしょ。へえ、俺からしたらどれぐらい時間かかるんだろうね。え、でもこれさ、ずっと解かなかったらさ、解かなかったらやばいね。やばくない。まあでもソラちゃんには変わりないから。まあそうだけど、うん、だからちょっと寂しいじゃん。まあまあそうだね、うん、いつものソラちゃんの顔じゃないってことでしょ。そう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 、達也から。確かに豚めちゃくちゃ可愛いんだけどね。めっちゃ可愛い顔してる。いや、もうね、だからやめろって。ソラちゃんだってなんか解けないのかな。どうしたら解けない。いや、溶かしてる。いや、俺ね、あんまやったことないんだけど、一回ちょっとさ、寄り目できる。寄り目。うん、これはテレビでやってたんだよね。俺、寄り目マジ苦手なんだよ。あ、寄り目ができてないからちょっと難しいな。ああ、いいじゃん。で、で、なんかあいうえおかきけこさしせそっていう風になんか発音よく言うといいみたいな、なんかそういうなんか呪いとかを解けるみたいなことをテレビやってて、あいうえおかきけこさしすせそ、何、そのまでストップストップで、だんだん普通に目にしてって、だん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 普通の目に、普通の目、普通の目。よし、ちょっと見てみて。豚。いや、そらちゃんだって。絶対しか見えって。マジ絶対嘘だろそれ今の。いや、マジでテレビやってたよ。マジ。うん。他ね、なんかとりあえずなんかピースして、ピース、うん、ピースして、なんかお前ピースって2本だぞ、今3本出したぞ。これね、これね、分かんないんだよね、難しい。ピースって難しいね。しかもなんか人差し指めちゃくちゃ曲がってねえか。もっとまっすぐにしてよ。ああ、そう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 。うわ、なんか太っ。まあいいか。それで、俺はお岩達也だって叫ぶらしいよ。絶対。いや、これマジなんか自分の名前をこう世界に向けて発信すると、そういうなんか邪気が飛ぶらしいよ。分かった、一回やってみる。ちょっと俺はお湯出せだ。3、1、はい、ちょっと見て。ブーツ。いや、ソラちゃんだって。ブーツだって。じゃあもうちょっとタケル電話しよう。いや、確かにもう俺解いてほしいわ、ほんとに。なんでそんな催眠術かかりやすいんだろうね。結構きついよ。単純、素直か。豚に見えんだよ。すごい、でもマジですごいね、その感覚。いや、結構きついって。もしもし。ちょ、タケル。何。ちょっと、さすがにきついから。これ、きついきついってかさ、メンタル的に。どういうこと、どういうことよ、メンタル的にって。ずっと豚に見えんの。まだ治んない。まだ治んないの。マジ。そう。そう。だから、うん、ちょ、どうしたら解ける、これ。マジ解いてほしいんだよね。解き方、俺もわかんないんだよね。多分時間だと思うんだよね。いや、半年以上は、うん、あの行った人はいないらしい。マジ。うん、くすみさんが言うにはね。いやー、ちょっと、きついって、それは。きつい。いや、俺もさすがにもうきついもん。もうきつい。うん。メンタル的にきついの。いや、メンタル的にきついって。サラちゃんに寂しくなってきてて、会いたい。あ、ほんと。うん。いや、サラちゃん見たいもん。試合に影響出そう。まあでも、試合そうっす。影響出るよ。出る出る出る。じゃあ、マジでこれ本当に。いかんって、ほんといかん。サラちゃん変わるわ、じゃあ。サラちゃん変わる。どういうこと、サラちゃん変わる。ちょっと、ちょっと、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。え、何？ソラちゃんおるよ。え、え、え？ソラちゃんおるって。ソラちゃんおるじゃん。ソラちゃんおるじゃん。どういうことよ。ソラちゃん。ちょっとタケルどこにいるんですか今。ソラちゃん預かってるよ。え？ちょ、え、どういうことじゃない？何？ど、前、どう、いやいやいや、何？どういうこと？ソラ
ちゃんを預かってるから。意味がわからん。ちょっととりあえずどこにおんの、合流しましょうか。どういうこっちゃこれ、どんなドッキリこれ。いや俺もマジわかんない。え、そらちゃん、え、そらちゃんじゃねえのこれ。とぼけんなって。あ、そらちゃん何してんの。そらちゃん帰ってきたね。何してんの。帰ってきたね。そらちゃんだってそっち、そらちゃん、そらちゃんだってそらちゃんと同じ匂いがするって言ってたじゃん。いや同じ匂いが知ったよ。どういうこと。とりあえずそらちゃんは俺が預かってるから、返してほしかったら2万払って。払うぞ。払うんかい。払うわ。もうということで、どういうこと、催眠術は嘘でした、うん、ドッキリでした。わー、はい、ということでこの豚ちゃんはキムチちゃんという可愛い豚ちゃんでした。タツヤにはあの犬が豚に見えちゃうっていうドッキリだけど、これ豚でしょって。難しい、難しい。つみさんも、催眠術とかできないから。できないですか。やったことない。やったことないですか。だって、豚に見えるようになると言ったけど、リード変わるとは言ってないから。ほんとそれですか。だいぶ変わってるからね、もう。気づかんかった。キムチちゃんっていうね、今インスタグラマーで有名な豚ちゃんなんで。なんか普通にこう変えるんだよ。そう、らしい。へぇ、ぜひすごい、すごい。豚の、豚ちゃんインスタも、豚スタグラムね、豚スタグラムもぜひチェックしてください。はい、そらちゃんは僕が買います。ダメです。ありがとうございました。確かにちょっと懐いてるけど。はい、撮影 OK です。じゃあ、じゃあ、俺とそらちゃんは連れて帰るわ、可愛いから。本当に。うん、可愛いよ、連れて帰る。本当に連れて帰るの。どうすんの、連れて帰られちゃった。前が豚になってるやないかい。チャンネル登録ありがとう、高評価もありがとう、今日もありがとう一日、明日も笑って一日。